つーさーて、今回も俺たち未来ガジェット研究所の存在を世に知らしめる時間がやってきたわけだが、はあ、前回のラストで随分と落ち込んでたから今日は少しくらいおとなしいかと思ってたんだけど、岡部はやっぱりいつも通りの岡部か。助手よ、人聞きの悪いことは言うな。俺はいつ何時も落ち込んだりなどしない。なぜならこの俺、鳳凰院教魔はいずれ世界を混沌の渦に陥れるマッドサイエンティストだからだ。全然説明になってねえよ。嘘言うな、思いっきりシュンとしてただろ。あれは落ち込んだわけではない。まさかルカ子がマユリからもらったバナナをポケットにしまっているなどと思わなかったから少し勘違いをしただけだ。バナナ？バナナとあんたが落ち込むことと何の関係があるのよ。バナナは美味しいよね。ジューシーから揚げナンバーワンと同じくらい美味しいんだよ。クリスちゃんもよかったら食べる？うん、後でいただくわ。マユリ、実験用のバナナは残しておくんだぞ。せっかく買ってきたのにまたゲルバナになっちゃうよ。我慢しろ、歴史的研究に犠牲はつきものなのだ。食べ物を粗末にしちゃいけないんだよ。後でスタッフが美味しくいただきましたって書いとけば OK じゃね。ところでオカリン、今日はフェイリスタンは来てないのか。おはしながら言うな、この変態めが。今日はフェイリスは来ていない。その代わり別の連中が来ているぞ。別のって言うと、もしかして。話はこの天音鈴葉が聞かせてもらったよ。やっぱり鈴さんだ。鈴さん、トゥットゥルー。椎名真由里、トゥットゥルー。ねえ岡部、こちらの方は？ああ、この女はだな。オカリン、メールみたいだ。分かっている、今確認するところだ。何？こんにちは、私キリュウ萌香って言います。アークリライトっていう出版社で働いてるの。よろしくね。愛も変わらず口に出さずにメールばかり送ってくるとは。キリュウ萌香、いやシャイニングフィンガーめ。説明しよう。シャイニングフィンガーとはメールを打つ際のその目にも止まらぬ指の動きから岡部凛太郎が桐生萌香につけた二つ名である。なお表記は先行の指圧師と書くが、読みはシャイニングフィンガーである。タルくん、急にどうしちゃったの？え、何のこと？だって今なんかいつものタルくんの口調じゃなかったような気がするんだけど。マジ？気のせいじゃね？そうかな。おい、シャイニングフィンガー、言っておくが、これはニコ生といってな、一応ラジオ的な扱いになるのだぞ。それを喋らずにメールで会話していては放送事故になってしまうではないか。ごめんなさい。ごめんなさい。で済めば警察は、もし明様、機関の手先ではあるまいな。機関？何？そのしらばっくれ方、ますます怪しい。やはり貴様、機関の命令を受けてこのラボを潰そうとしているのだろう。何？機関って何？何の話？教えてやろう、バイト戦士よ。機関とはマッドサイエンティストであるこの俺を恐れ亡き者にせんと企む恐ろしい組織のことだ。え、岡部凛太郎、そんな奴らに狙われてるの？それって一大事だ。もし私でよかったら協力するから言って。こう見えても身を守る方法とか結構詳しいんだ。天音さんだっけ？大丈夫、機関とかなんとかそういうの全部岡部の妄想だから。そういうあんたはマキセ・クリス。ええ、悪いけど私あんたの言うことなんか信じないから。何？私あなたに何かした？それは自分の胸に聞いてみればいい。ダメ、全然身に覚えないんだけど。おい、お前たち別の世界線でのいざこざをここにまで持ち込むんじゃない。そっか、ここって違う世界線なんだっけ。いや、ごめん悪かったね、マキセ・クリス。え、
そんなことよりもだ、シャイニングフィンガーちゃんと自分で自己紹介くらいしたらどうだ。今ので終わりか。だって私、岡部くんみたいにうまく喋れない。京馬だ。何度言ったらわかるのだ。俺の名は法院京馬と言っているだろう。平等院法馬。そう、約千年前平安期の建造物で世界遺産としてて違う、法院京馬だ。ごめんなさい。この世界線の岡部凛太郎は乗りツッコミができるんだね。オカリン面白い。どうしたの橋田、ため息なんかついちゃって。考えてみればさ、このラボの関係者って男は僕とオカリンだけで、他はみんな女の子ばっかりじゃん。この場合ウルシバラさんはどうなるの。クリスちゃん、男の子はね、どちらかというと女の子なんだよ。マユリ、それ文字にしないと全然意味わからないから。まあでもそう考えると確かにそうだけど、それがどうかしたの。どうかも何も、それって考えてみればウハウハな状況じゃね。それなのにどうして僕は誰ともフラグが立たないん。おかしくね。これがエロゲだったら今頃ハーレムエンドでもうクンズほぐれつ大変なことになってるところだろ、上皇。なのになんで。変態だからだろ。変態だからだな。変態だからだね。変態だから。マユシーはノーコメントなのです。みんなで声を揃えて。でもいいんだよ、僕知ってるから。知ってるって何をだ。確かに人気ではオカリンに負けるかもしらんけど、中の人の人気ナンバーワンはこの橋田イタルなのだぜ。ソースはアニメイト TV のキャストコメントな。あれ、何何なの、そのいかにもやれやれって感じの反応は。あの言葉を言ってやれ、シャイニングフィンガーよ。中の人などいない。ぐはっていうか、今回はいつもにも増して支離滅裂な内容ね。こんなんでいいの。問題ない。これで一通り主要メンバー全員を紹介するというオペレーションは遂行できた。物事に重要なのは過程ではなく結果なのだ。おー、岡部凛太郎なかなかわかってるじゃん。すーこの俺、狂気のマッドサイエンティスト法院京馬は違いのわかる男だからな。何はともあれ、このラボがどんなところかおおよそのところ把握してもらっただろう。次回からはさらに賑やかに。あ、そういえば言うの忘れてた。スズさんどうしたの。最近やけに上が騒がしいから、近々怒鳴り込んでやらにゃいかんなってうちの店長が言ってたんだった。ま、店長さん下のブラウン管工房の店長のことよね。ここの大家さんだっていう。これはまた家賃上げられるフラグですね。わかります。あれ、そういえば階段を上がってくる足音が。お、俺は休養を思い出した。それではあとは任せるぞ、エレプタイコンガラウ。行っちゃった。それじゃあそういうことで、引き続きこの番組をお楽しみください。